田園は東京都国分寺市本町にある名曲喫茶である。店舗入り口近くの看板柱には名曲喫茶で無縁。入り口脇の看板にはクラシックと絵で無縁と記されている。約 100, 1000枚のレコードを所持している。1957年創業。1924年に建てられた米蔵を増改築し、店舗として用いている。 開店当時から内装などはほとんど変わっておらず、当時の雰囲気が残ることから、ドラマのロケーション撮影などに利用されることもある。創業者の新井博士生は、妻、富子と結婚して間もなく会社勤めを辞めて、この店を開店した。新井は多趣味な人物で、経営が軌道に乗ると店にはあまりよらず、写真撮影などの趣味に打ち込んでいたという。最盛期には、店主夫婦の他に、 三人の女性アルバイトをウェイトレスとして雇い入れていたが、1980年代後半になると大手の喫茶店チェーン店が増えたこともあって、客足は減っていったという。荒井博士生が1982年に死去した以降は、妻の富子が店を守っているが、創業60周年を迎えた2017年時点のインタビューで、すでに90歳になっていた富子は、もう、1。 2年で終わりたいですね。と語っている。店内は L 字型の構造となっているが、これはもともと入り口付近のスペースのみで店を始め、その後多くの空き地にバラック小屋を建てる形で増築したためである。なお、入り口遠くのスペースにそれぞれスピーカーが設置されている。内装のデザインは、広志生の友人であり、名曲喫茶クラシックの初代オーナーであった。 ミサクシチロが担当した。フルーツ皿と一升瓶の底で作ったシャンデリアや、風呂の洗面器を割って作ったランプシェードなどのインテリアは、開店当時のままである。また、開店時から、ドイツ製のレジスターを使用しているが、壊れていて、閉めると開かなくなる。なお、アメリカ製の鉄のストーブも、同様に使われ続けている。1996年に、 常連客の看板屋が作り変えた看板以外は開店当時の姿を留めているとされる。美術作家が作成した絵画や陶器などの展示場所としても開放しており、近隣にある武蔵野美術大学や東京造形大学の学生らの作品展などが開催されている。 2017年9月8日から2018年3月25日にかけては、みまさかの生誕110周年を記念した作品展を名曲喫茶、ビオロン、名曲喫茶ルネッサンスと共に開催した。また、武蔵野美術大学生の卒業制作の映画の舞台になったこともある。なお、店内でのコンサートも行われている。また、読書好きの富子は、村上春樹の 1984などのは大本を店に置いている。設置されているスピーカーは1960年代のエレクトロボイス製のものとフィリップス製のものである。なお音響装置も名曲喫茶クラシックの美まさかが担当した。一番リクエストが多いのはパイアール式のパッヘルベルのカノンのレコードであり、閉店時にもかけられている。また、開店前には、 コンチネンタル団子のレコードがかけられている。ありがとうございます。